こんにちは、三井俊です。今日はこれからぼっちで赤西仁くんのライブに参戦します。というわけで電車に乗って移動します。会場の最寄りの有明に着いたんですけど、この日風が強くてめちゃめちゃ寒かったです。ここから歩いて東京ガーデンシアターに向かうんですけど、まあ、現在17時を過ぎたところで、開演が19時なんで、まあ、2時間あるので、その間にグッズを買っちゃおうかなって思います。実はヨルシカライブ、オレンジスターライブに続き、今年3回目のガーデンシアターです。この会場は最近できた有明ガーデンっていう商業施設の中にあって、ものすごく綺麗なんですよね。あ、てかジン君江東区出身だからめっちゃ近所っすね。なんか職場と実家が近いってすごく羨ましいですね、なんていう話をしてると物販の看板が見えてまいりました。結構ゆっくり来ちゃって、時間も時間なんで、グッズが売り切れてないことを祈ります。まあ、T シャツ、パーカー、手ぬぐい、ラバーバンあたりを巧妙に狙っていきたいと思います。なんか目の前に怪しい看板が見えてきました。あ、こちら本日の主役、赤西仁さんです。よろしくお願いします。美術完璧すぎて笑ってしまいました。何食ったらこんな顔になるんですかね、教えてほしいですね。今回のライブのこのロゴの意味を考察してみました。これは多分あれですね、クリスマスですかね。あのアルファベットの X と、まあ、ジン君主語なんで、あのマス、お酒のマスでクリスマスみたいな。まあでもシンプルにプレステの可能性もありえるなって思います。はい、というわけで入場列に並びました。少しすると列が動き始めました。入場して中でグッズを買うみたいです。では行ってきます。入場してドリンクコインと特典グッズを入手しました。ドリンクは入り口で受け取るか、あるいはカウンターでも引き換えが可能でした。これ帰ってから取った特典グッズの中身なんですけど、手ぬぐいとスリッパが入ってました。ではグッズ列並んでいきます。たくさん種類があって選びきれないですね。今回割とゆっくり行ったんですけど、本当に売り切れがなくて良かったなって思いました。って思ったんですけど、売り場めちゃめちゃおしゃれで、これ何かのハイブランドなんかみたいな、まあ、そんな雰囲気がありましたね。狙ってた T シャツ、パーカー、手ぬぐい、ラバ版無事ゲットできました。お祝いのお花が飾ってありました。それから写真パネルがあって、ここでたくさん写真を撮ってる方がいました。まあ、パネル3枚あったんですけど、まあ、衣装とポーズ違いで、まあ、どれもなんか美しかったです。こちらはグッズの実物の展示コーナーでサンプルが置いてあります。こちらがステッカーと、あとチャームとかキーホルダーみたいなやつです。で、これが、あ、僕も買ったんですけど、手ぬぐいですね。で、それからカレンダーとか、なんかフォトカード的なやつとかステッカーみたいなやつとかがあって、で、このオフホワイトのやつがパーカーです。こちらモコモコの靴下がすごくあったかそうでした。で、こちらクリアファイルなんですけど、こんなかっこいいクリアファイルあるんかいっていうぐらいかっこよかったです。で、こちらが香水です。どんな香りがするんでしょうか。で、こちらがカバンかな。で、これがですね、 T シャツですね。こちらが表側で、裏側がこんな感じのロゴが入っててめちゃめちゃおしゃれです。あの、びっくりしたのが、ライブ会場内にホットドッグ売ってました。というわけで、もうすぐ開演時刻です。楽しんでいきたいと思います。はい、今ライブ終わりました。本当に最高にかっこよくて、歌も本当にうますぎましたね。今回4年ぶりのライブだったんですけど、ブランクを感じさせない圧巻のパフォーマンスでしたね。あとゲストの山田孝之さんとの掛け合いもすごく楽しかったです。それと何でも答えるっていう質問コーナーがあったんですけど、誰か気を利かせて電話番号とか聞いてほしかったですね。僕は中高生の頃からずっと赤西君応援してるんですけど、やっぱ年を重ねるごとになんかかっこよくなってる気がしますね。外見もちろんなんですけど、まあ、生き方っていうか、人に媚びないスタイルっていうのは男から見ても本当に尊敬して、自分もそんな人でありたいなって思います。まあ、今まで誰か個人のファンになったのは、まあ、性別問わず赤西仁君一人だけなんで、まあ、これからも変わらずに応援していこうって思います。はい、という感じでライブレポをご視聴いただきまして本当にありがとうございました。僕は普段友達0人のぼっち男子の日常を投稿しておりますんで、よかったらぜひチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごく嬉しいです。
はい、ということでありがとうございました。バイバイ。